この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、これから2時間にわたって生放送でお伝えしていきますマジック新世紀ゼロです。現場進行を担当しますフジテレビアナウンサーの田中大輝です。さて、私は今東京初台にあります複合施設東京オペラシティに来ております。ワールドツアーを終えたセロから連絡がありまして、夜7時にこの場所で待っててほしいという連絡があったんですが、まだ私たち会うことができておりません。ただ後ろをご覧いただきますと、宣伝カー、トレーラー、アドカーがありまして、この場所で何かが起きるというような空気感はかなり感じております。それでは早速セロが指定してきた場所に行きますので、カメラさんついてきてください。こちら東京オペラシティ複合施設になりますので、この時間帯レストランのお客さん、そしてこういったですね企業がありますのでビジネスの皆さんがいらっしゃるんですが、セロが指定してきた場所、あ、この奥ですね、この奥です。空が開いたこの下にステージが置いてありまして、ここでセロが何かを起こそうということのようなんです。私たちも地下に降りていきますと、あ、お客さんも集まってきていますね。スタッフの姿もあります。これから一体何が起きるんでしょうか。かなりのお客さんが取り囲む中で、これからセロがどのようにして出てくるかな、来るのかなんですけれども、あ、ここでステージがありました。さあ、この大観衆の中で一体何が起きるのか、この状況の中でセロがどういうふうにして登場するのか、たくさんの方が集まってきています。今照明が変わりました。曲が流れます。あ、プロジェクションマッピングです。今話題となっているプロジェクションマッピングが始まりました。さあ、どのようにしてセロが登場するんでしょうか。しばらくこの状況を見守りましょう。日本の皆さん、セロです。テレビパフォーマンスの世界にセロが帰ってきてくれました。大盛り上がりです。大歓声の中、セロが登場しました。ようこそ帰ってきてくれました。お久しぶりです。大輝、How are you, my friend? Long time no see. 3年半ぶりです。ずっと一緒にパフォーマンスをしてきましたけれども、僕の名字覚えてますか。田中、あ、田中大輝、ありがとうございます。いいですね。3年ぶりワールドツアーお疲れ様でした。Thank you。ありがとうございます。いや、今話題の日本に帰ってこれて嬉しいです。ね、久しぶりにこの観客をご覧になりました。皆さん、こんばんは。いや、興奮してますね、これ。ワクワクしてる。テンション上がってます。僕もワクワクしてる。よろしく。さあ、ワールドツアーから帰ってきて早速ですが、2時間セロ生放送です。2時間の生放送です、今日は。That's right. 今日2時間生放送です。で、今日は生放送を見るだけではなくて、実はここを始めてお台場に向かいます。そして数々の BTR 用意したんですけど、僕が移動しながら生でいろんな場所で僕のマジックが今日見れます。今日は生でストリートパフォーマンスをしながら最後はお台場に帰るということになりますね。さあ、そのお台場のスタジオには皆さんが待ってくださっております。早速お台場のスタジオを呼んでみましょう。翔野さん、お願いします。はい、こちらお台場フジテレビ1階の特設スタジオです。3年ぶりのセロさんを一目見ようと素敵なゲストの方々が集まってくださっています。皆さん、よろしくお願いいたします。船越さん、セロさんの登場いかがでしたか。いや、なんかね、もうあのマッピングもすごかったんですけど、セロさん男っぽくなってますよね。うん、とってもこう、なんて言うんだろう、ショーマンとして円熟期を迎えたかなっていう。
なんか今までとは違う風格が出てきたような気がします。はい、セロさん、どうしました？何があってもおかしくない。はい、ごめんなさい、セロさんが男前になったというくだり、まだセロの耳には届いておりませんでした。あ、そうですか。男前になりました。そんなに嬉しいですよ。大輝に言われるのはちょっと違います。皆さんがあくまでも言ってくださっている。 Thank you so much、 ありがとうございます。今日ドキドキする展開がね、待ってますね。そうですね、セロさんなんですけども、今日はですね、はい、外でパフォーマンスを生で行って最後お台場まで帰りますので、ハプニングが起きるかもしれません。その時は吉村さん、はい、よろしくお願いいたします。お任せください。笑い大丈夫だなと申しますから、はい、ということが出てくるかもしれません。よろしくお願いします。今日は今からどこに行きますか？これから僕新橋に行きたいと思います。サラリーマンの街新橋でパフォーマンスをやりますか、はい、ということで、セロの生パフォーマンスをご覧になりたい方、どうぞこれから新橋に集まってきてください。 That's right、 新橋にいるんだったらこの後行きます。はい、これから私たち行きます。 That's right。 さあ、それでは早速、もう時間がありませんから、はい、あのですね、そして今日はテレビで皆さん生で見るだけではなくて、はい、家にいる皆さん、実は今日皆さんの声が聞きたいです。今日はインターネット、パソコン、スマートフォンや参加していただきたいです。皆さん Twitter やってますか？今日は僕のユーザー名をついていってください。僕のユーザー名はシロフジ TV です。そして自分の意見がありましたら、ぜひこの鳥ちゃんに言ってください。見ましたか？白い鳥が出てきました。 That's right。 そして皆さん、ぜひメッセージや感想をリアルタイムで一緒にインタラクションしましょう。よろしくお願いします。一緒に番組を伝えていくということになります。宮川さん、お願いします。はい、ということで、番組の感想やセロへの意見をツイッターでどんどんつぶやいてください。皆さんのつぶやきは随時番組のここでご紹介させていただきます。つぶやきの後にハッシュタグセロと打ち込んでいただくと番組宛てに届きます。皆さんのつぶやきをお寄せください。さあ、それではセロさん、頑張ってください。さあ、2時間しかありません。お台場へ向かうためにまずは新橋行きましょうか。あ、ちょっと待ってください。新橋に行く前ですね、はい、まだ行きます。せっかく今日はオペラサッチ設置に来てます、はい、こんなにたくさん人集まっていただきました。皆さん3階まで上いっぱいいっぱいですよ、はい、That's right。ここでも皆さんにあるマジック用意してます。見たいですか？見たいですよ。OK、 じゃあ大輝、ここに立ってて待っててください。皆さん、僕の鳥トゥイーティーちゃんと言います。トゥイーティーちゃんは何でも願いを叶います。トゥイーティーちゃん、僕の絨毯をください。絨毯、ちょっと、皆さん、まだここからマジックです。大輝、come over here。 そんなものでびっくりしないでください。実はこれからここにいる皆さんの中で2人手伝っていただきたいです。2人の方に、 I need two people。 じゃあ誰が手伝いたいですか？あ、結構いらっしゃいますね。いますね、はい、あ、じゃあ手伝いたい人、万歳。あ、いますね。女性2人、男性2人。あ、じゃあ男性と女性お願いします。男性と女性1人ずつですね。はい、すみません、じゃあ皆さんお手伝いいただいてもよろしいでしょうか？あ、じゃあこちらの男性いいですか？よろしいですか？手伝っていただいてもいいですか？あ、はい、じゃあステージの方に向かってください、はい。女性も1人、はい、女性も1人お願いします。いいですか？どうぞ舞台の方お願いします、はい、それでは男女を1人ずつステージに上がっていただきます。はい、 What's your name? お名前は何ですか？アナです。アナ、 Nice to meet you。 セロです。 What's your name? ユキです。ユキ、 Nice to meet you。 2人一緒ですか？いいですね。あ、別々ですか？アナとユキです。いいじゃあちょっと待って、すごい映画みたいですね。映画みたい。 All right、 ちょっとお願いがあります。これから一緒にマジックやるんですけど、後ろのステージ用意しました。ここ座りください。はい、 Right up here。 こちらのステージタイプの椅子に座ってください。どうぞおかけください。おかけください。マジックってやってみたいと思ったことありません？ありますか？じゃあマジックやってみたいと思ったことありません？あります。あります。じゃあこれから2人に一緒に僕のマジックやってもらうんですけど、
絶対心配しないでくださいね。驚いてもいいですけど、びっくりはしないでください。これからやるマジック。驚いてもいいですけど、すいません。めちゃくちゃ楽しいですよ。はい、目隠しをします。これをちょっとつけて。Don't worry。心配しないで。え、何よ、ちょっと怖いって。何か見えますか？目隠しし始めました。見えないですね。何か見えますか？見えないです。今から外すように指示しますけど、言われるまで目隠しはつけといてください。うん、okay? Let's do this!Just stand there. I'm just sit there. では皆さん、布をかぶせていきます。はい、二人とも手を上げてください。万歳してください。万歳。で、大きく手を振ってください。振って振って。OK です。皆さん、これから見るもの、びっくりします。生放送ですよ。Check this out.One, two, three, go! Hey! Hey! We got one more! Yes! Zero! Where is it? Zero! Zero!拠点にしていたセロが3年ぶりの緊急来日。今回は日本の名所を巡り新作パフォーマンスを披露する。世間を騒がすあの国民的ゆるキャラくまモンとセロがコラボレーション。セロのアメージングなパフォーマンスでくまモンが浮く。東京タワーでは指輪が一瞬でショーケースのガラスを貫通。信じられない光景に持ち主はとある商店街では美女を引き連れストリートパフォーマンス。セロの手からシャワーのように水が。巨大ショッピングモールでもセロの超絶パフォーマンスは止まらない。タイヤのないスケボーにセロが乗ると、さらに禁断の種明かし初公開。パフォーマンスの裏側がついに明かされる。え、なんで？そしてこの後は浅草で飴大工のケミがとんでもない剣謀を遂げる。その姿とは、こよいセロの超絶パフォーマンス解禁。3年ぶりの東京、まずセロが訪れたのはスカイツリーのお膝元浅草。都内最古の寺浅草寺の門前町として栄えた東京観光の名所。連日国内外から多くの観光客が訪れる下町の聖地にセロが降り立つ。久しぶりの日本です。日本といえば浅草。いいですね、提灯もあって。では皆さん、Let's go。 早速セロはお土産屋さんが軒を連ねる仲見世通り商店街へ。 Hello。着物姿着ないですね。通りがかったご婦人たちの着物に興味を示す。僕これ着てるのに暑いです。なんか僕に似合いそうなジャパニーズ服おすすめありますか？浴衣を着て。浴衣？着物に影響されたセロ、夏にぴったりな和服を選んでもらうことに。これ涼しいですか？涼しいです。夏にぴったり？夏にぴったり。これがいい？ご婦人が選んでくれたのはジンベイ。果たしてセロは何を企んでいるのか？これいいね、これ。あ、おしゃれ。これちょっと、これすいません、これ試着していいですか？試着室今ちょっと使用中なんですけど。あ、そうですか。試着室は使用中。しかしこの状況がセロのアメージングなパフォーマンスを生み出す。これ借りてやっていいですか？これのれんですよね。のれんです。これいいですね。はい、これちょっと着替えてもいいですか？はい、大丈夫ですか？はい、じゃあこれちょっと試着したいと思います。いいですか？ちょっと待って。いや、このままでいいですよ。このまま行きます。なんと一瞬でジンベエに着替えて
しまった。一体どうなっているのか、居合わせた観光客も驚きを隠せない。前の服が来た。どうですかこれ。これね、僕が日本に帰ってきた日本の夏バッチリです。じゃあ Thank you very much for your help. ありがとうございます。 Thank you。夏っていう感じですね。すっかりジンベエを気に入ったセロ、仲見世通りをさらに歩いていくと、これどこれ、ぼやぼやした。いいですねこのお店。すごい夏っていう感じですね。立ち寄ったのは日本ならではの商品が並ぶお土産屋さん。 This is really cute。 僕の、はい、友達たちにプレゼント探してるんですけど、はい、日本の遊び道具探してます。あ、なるほどね。おもちゃ、はい、はい、おもちゃ、伝統的なおもちゃ。はい、店員さんに友人へのお土産選びを手伝ってもらうことに。こんなの紙風船。紙風船、これはどういう風にやるんですか。店員さんのおすすめは紙風船。ちょっと一つ見せてもらっていいですか。はいはいはい、初めて紙風船を見るセロ、遊び方を教えてもらう。こうやってこうついて遊ぶ。それだけですか。それだけですよ。じゃあちょっとこれ変えますのでちょっと使っていいですか。はい、はい、どうぞ。僕マジックやってるんですけど、はい、これを使ってみんなにびっくりするものを見せてあげたいです。見たいですか。びっくりするもの見たいですか。じゃあ皆さん見たい人はもっと近くに来てください。いきますよ。1 2 3。これはセロならではのいたずら。アメージングなパフォーマンスはここから始まる。 That's okay, no problem。 これから始まります。ちょっとですね、これを4つに破ります。まずは紙風船を破り4枚に分ける。はい、ありがとう。これで4枚の紙ができました。4枚の紙ができました。じゃあこれを使って今から皆さんに僕のマジックをお見せします。紙技って言ったら日本の伝統紙技ありますよね。わかりますか。折り紙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 。じゃあこれから折り紙の紙技作ります。何が好きですか。折り鶴が好きです。鶴。じゃあ皆さん鶴を作っていただきます。破った紙風船で折り鶴を作るというのだが、なんと紙風船の切れ端が見事一瞬で折り鶴に。どう？ありがとう。でも皆さん、僕のマジックはただのイリュージョンです。一体どういうことなのか。見てみよう。紙風船の切れ端を一瞬で折り鶴に変え、今度はさらにその折り鶴を一瞬で元の紙風船に戻してしまった。ありがとうございます。 Thank you very much。 仲見世通りを後にしたセロは浅草を街歩き、すると嬉しい。わあ、すごい。これ何？ガラスの彫刻みたい。何か作ってる。ちょっと入ってみましょう。気になるお店を発見。お邪魔することに。 Hello、 こんにちは。こんにちは。はい、すいません。外のディスプレイの彫刻は、はい、飴です。飴でできてます。キャンディ？飴です。これも全部そうなんですか。そうですよ。訪れたのは飴細工の体験ができるお店、アメシン。あら、This is great。僕もちょっと習いたいんですけど、はい、教えていただけますか。やってみますか。Please。わかりました。じゃあ、飴細工に挑戦したいというセロ。
お客さんの輪に加わる。こんにちは。アメ細工とは、熱して柔らかくなったアメを握りばさみを使い、さまざまな形に変える伝統工芸。初心者のセロはシンプルなウサギに挑戦。ところがこれ切れちゃった。うっかりウサギの尻尾を切り落としてしまう。アメ細工初体験のセロの感想は、皆さん、僕の一番最初のアメ細工作品です。そうですね、ちょっと難しいですね。結構難しいです。あのさっきちょっと気になったんですけど、あのヘビがすごいリアルに見えるんですけど、イエース、これすごくないですか。これ見て皆さん。セロが気になったのはヘビのアメ細工。せっかく僕にアメ細工の作り方見せてもらったので、お礼に僕のマジックちょっと皆さんにお見せしていいですか。ぜひぜひ。あの皆さんもよかったら僕のマジックちょっと休憩してみませんか。ヘビのアメ細工を使ってパフォーマンスを披露するというセロ。一体今からちょっとこのアメのヘビを借りてちょっと面白いの見せます。その前に名前をつけたいと思います。名前メイン名前なんかないですか。ニョロちゃん。ニョロちゃん。ニョロちゃんね。名前も決まったところで、いよいよアメージングなパフォーマンスが幕を開ける。じゃあニョロちゃんよく見てください。ニョロちゃん。透明な箱が一瞬で真っ白に。続いて箱の中身を確認すると、変わりました。変わりました。一体何が変わったのか。マジック新世紀セロ、驚きの瞬間をもう一度見てみよう。セロが指を鳴らすと、透明な箱が一瞬で真っ白に。続いて箱の中身を確認する。変わりました。チェックです。変わりましたとは一体。ニョロちゃん。セロがアメ細工のヘビに声をかける。セロ、箱の中から取り出したのはアメではなく、なんと本物のヘビ。一体どうなっているのか。あまりの衝撃に観客が言葉を失う。さらにニョロちゃん。15センチほどの箱から出てきた、それはなんと全長1メートルを超える超巨大ヘビ。ニョロちゃんです。迷惑だ。皆さん怖がらなくて大丈夫です。ニョロちゃんですよ。じゃあこれからニョロちゃんを名前つけた人は一番世界に行く。私のニョロちゃん。怖がる観客を前にヘビを魔法の世界へ戻すというセロ。店にあった荷物入れのカゴを借りる。 All right, very good. 皆さんだいぶあのヘビ怖がってますね。大丈夫です。こういうバスケットがあれば皆さんも怖くない体験ができます。じゃあすみません、あの4人にちょっと手を出してもらっていいですか。これちょっと持ってて、こんな感じで。やだ、やだ、動いてる。ニョロ、ニョロちゃん、ありますよ。アメちゃんだと思う。これめちゃめちゃ重い、ね、巨大ヘビをカゴの中へと入れていく。ここからどうやって魔法の世界に戻すのか。すごい前だった。どうしてももうアメちゃんと。Go back inside. 大丈夫。あ、わかりました。これでかぶせればニョロちゃん逃げません。ちょっとこれでかけちゃいます。
just like this. 大丈夫。こうしたら蛇は落ち着くんです。OK? ではもう一度見せますよ。ちゃんと入ってるところ確認します。入ってます。逃げるところはありません。ですね。はい、ニョーラちゃん出てきます。ちょっとこうします。じゃあバスケット僕持ちますので、皆さんちょっと手を抜いてください。手を抜いてください。そのまま。Yes, very good. で、この状態でニョーラちゃん、よく見てください。One, two, three.驚きの瞬間をもう一度見てみよう。カゴの中へと入れた巨大な蛇が一瞬で小さくなり、再びアメ細工へと戻ってしまった。どうぞ。じゃあニョロちゃん名前つけたので今日このままプレゼントします。ありがとうございます。皆さん Thank you so much。 この後あの不穏なありえないことに、さらにセロが禁断のため明かし、セロの日本名所巡り。続いてやってきたのは東京銀座。文化と流行の発信地として知られるこの街は、高級ブランドのショップに加え日本各地の物産館も軒を連ねる。ここでセロは何を見せてくれるのか。皆さん今世界で日本のゆるキャラがとっても人気です。そんな中日本でみんなが愛してる熊本館にいるくまモンが来てます。ちょっと皆さん見に行きましょう。東京で熊本県の名産品が買えるお店、銀座熊本館。店内にいたのは、よろしく。ご存知熊本県のマスコットキャラクターくまモン。ちょうどこの日は熊本県の名産品を PR するため銀座に来ていた。いいね、熊本で取れる。くまモンの案内で今が旬の名産品を紹介してもらう。美味しそうです。中でもくまモンの一押しは、何ですか。そうですよね、僕ねスイカ大好きなんです。そしてまあ世界中どこ行ってもいつもスイカ食べるんですけど、日本に今年来てまだ食べてません。食べたいです。大好物を前にこの場でスイカを食べると言い出したセロ。皆さんスイカ食べたいですか。食べたいですか。食べたい人ここ来てください。お店に居合わせたお客さんたちを巻き込む。実はこれがセロのアメイジングなパフォーマンスの始まりだった。こちらの方にもクマモン、スイカ結構たくさん種類あるんですけど、美味しいのを選ぶ方法を教えていただけますか。ノックするんですね。あ、じゃあ皆さんちょっと手伝ってください。美味しいスイカを選ぶためお客さんたちにもスイカを叩いて音を確認してもらう。重いです。いい音しません、ね、じゃあこれでいきましょう。皆さんここでちょっと美味しい魔法の食べ方、皆さんに今日紹介します。とセロが並んでいる商品を片付けスペースを作り始めた。さらにお店のカゴを借りて裏返しスイカをその上に置く。 OK、 では皆さんノックしてください。ノックしてください。これ叩いてます。ノックはこういう感じです。OK? Yes, yes. では皆さんそのまま手をこういうふうに出してください。お客さんたちと一緒にスイカに手のひらをかざす。皆さん Here we go。 そしてハッハもう一度今
かに向かい手で空を切るセロ。するとまるで刃物で切ったかのように綺麗にスイカが分かれてしまった。クマモン、僕のマジックはどうでした？グッ。じゃあ食べてみて。冷静すぎだよクマモン。おいしい、おいしい。ここでセロからクマモンにある提案が。ねえクマモンもマジックやってみたいと思わない？やりたいよね。ちょっと一つやってみようか一緒に。再びセロのアメイジングなパフォーマンスが始まる。ここもっと広いところ立ってください。 Alright クマモン、じゃあこれから一緒に僕とマジックやれます。やったことあります？やったことない。 OK that's right、 今から一緒にチャレンジします。どんなマジックやるかと言いますと、今からまずちっちゃいクマモンの人形を使ってデモンストレーションします。クマモンの人形を使ってパフォーマンスをするという。あれ浮いてる、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 浮いてる。なんとクマモン人形が宙に浮いた。しかしこれはあることへの伏線。皆さんクマモンマジックです。実は本当のアメイジングはすでに始まっていた。この後観客は驚きの光景を目の当たりにする。では皆さん、受け受け受け、皆さんクマモンが浮いてます。空中で泳いでます。皆さん、僕とくまモンのコラボレーションマジックです。ありがとう。セロの日本名所巡り、続いて訪れたのは東京タワー。スカイツリーができてなお年間200万人以上を動員する東京のシンボル。昨年国の登録有形文化財にも指定されたメモリアルな地にセロが降り立つ。 That's right everybody、 今東京タワーに来てます。これからここで僕のマジックヒントを探しながら皆さんに見せていきます。 Let's go。 セロが向かったのは大展望台。東京タワーでどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。Hi, how are you? Good. How are you? 凍ってますね。いや、天気は悪いだね。本当だと富士山とか見えるんですよね。この日はあいにくの天気。そこで展望台の中を見て回ることに。Hello. こんにちは。すごい、これ何ですか？セロが目をつけたのはガラスケースに飾られたタワーのオブジェ。ちょっと待ってください。皆さん、もしよかったらちょっとこちらの方に集まってください。何かをひらめいたのか周囲の観光客を集め始めた。このスワロスキーの、オブジェがあります。これを使ってちょっと皆さんに今日面白いのを見せてあげたいと思います。お名前なんですか？あ、マイです。マイ、はい、Do you have a 指輪？ちょっと怖がらないで聞いて。何何何何、綺麗ですね。これいいですね。ちょっとこれ貸してもらっていいですか？近くにいた女性の指輪を借りるセロ。これがアメイジングなパフォーマンスの始まりだった。この指輪だけじゃなく、実はここの中のディスプレイの東京タワーの先っぽを見てください。OK？ この指輪、そしてここの東京タワーの先っぽです。Ready？ One、Two、Three！ え？
驚きの瞬間をもう一度ご覧いただこう。借りた指輪がなんと一瞬でガラスを貫通し、タワーのオブジェの先端に。しかもガラスにはひびの一つも入っていない。まえちゃん、間違いないですか？どうすんのこれ。一体どうやって。近くで見ても謎は深まるばかり。しかしこのままでは借りた指輪を返せない。飛んでるとこに。はい、では皆さん、ここで僕がまえちゃんの指輪を取り出すのを見たいっていう人。はい、OK。 今日はせっかく僕の新しい特番なので、面白い方法を使って指輪を取り出します。僕の携帯を使います。 That's right。 トンカチください。えっ、いろいろありますので選んでください。スマートフォンでトンカチの画像を検索。このトンカチください。すると、このトンカチですね、ではどうぞ。皆さん、このトンカチを使ってこれからディスプレイの中に入れるまえちゃんのリングを取り出します。すごいよ。なんとセロ流のジョークで携帯の先からトンカチが出現。さらにそのトンカチで指輪を取り出すというセロ。ちょっと待ってくださいね皆さん。 It's very dangerous。 ちょっと危険があります。唖然とする観客。セロがガラスを割り、ショーケースを壊してしまった。はい、まえちゃん。いやいや、これ間違いないですよね。 This is your ring。 すごい力技だろ。でも皆さん、絶対に真似をしちゃいけません。とっても危険です。OK、 とっても危険なので、皆さん絶対に真似はしないでください。驚きの瞬間をもう一度見てみよう。叩き割ったガラスの穴から指輪を取り出したセロ。なんと今度はその穴を一瞬で塞いでしまった。Thank you very much。では今から僕は東京タワーを観光していきます。続いてセロは展望台の下の階へと移動。次はどんなパフォーマンスが飛び出すのか。ハロー。こんにちは。こんにちは。これは。ほらもう。How are you？ ビビっちゃってるから。ルックダウンウィンドウ。ここ怖いやつだ。東京タワー名物。ルックダウンウィンドウ。地上145メートルのガラスの床から真下を見下ろすことができる。あの、皆さん、せっかくなのでちょっと近くに来てください。ここでセロのアメージングなパフォーマンスが始まる。ここで東京タワーのロックダウンウィンドウの上立ちながら皆さんに僕のカードマジックを披露します。見たいですか？見たい。オーライト。ではまずこのカード全部見てください。バラバラです。 Every card is different, okay?すみません、お名前は何ですか？あやこ。あやこさん、 Please do me a favor、 お願いします。広げます。一枚取ってください。一枚取ってください。それでいいですか？ OK。 カメラに見せてください。僕は見ません。そしてみな自分も覚えて皆さんにも見せてあげてください。大丈夫ですか？はい、忘れないでくださいね。ここ置いて、そしてそのまま上かぶします。Hi, what's your name? カズ。シャッフルできる？多分お願いします。これをしっかりシャッフルします。その代わり絶対に僕が今の選んだカードがどこにあるかわからないようにシャッフルしてください。念のために僕はカメラの目線外しません。どうぞ混ぜてください。セロがカメラを見ている間に後ろでカードをよく混ぜてもらう。いや、力が強いですね。いいでしょう。 OK、
絶対に僕はカードはどの位置にあるかを分かることないですよね、うん、ないです。でも今から探します。探す方法はカードを上に投げて1枚だけで取ります。それが選んだ彩子さんのカードです。なんとカードを空中に投げ、女性が選んだカードだけを掴み取るという、そんなことができるのか。1 2 3。ええ皆さん、1枚のカードダイヤの4です。見事女性の選んだカードを引き当てた。さらにこれだけでは終わらない。今度はそのカードに自らサインを入れ、世界に1枚だけのカードを作る。セロはなぜルックダウンウィンドウの上でパフォーマンスをしたのか、その意味がついに明らかになる。ちょっと面白い残し方します。これをここに置いておきます。女性が選んだカードをガラス窓の上に、そしてセロが力を込めると、一瞬見ては分かりませんが、あやこさん、このカードは動きません。世界に1枚だけのカードがガラスを貫通、なんと窓の外側に張り付いた。皆さんどうぞ自分で確かめてください。That's right, 皆さん Thank you very much. ありがとう。セロの驚きのパフォーマンスが東京タワーにしっかりと刻まれた。さあ、マジック新世紀セロ、今夜は生放送でお送りしています。はい、セロさんのパフォーマンス一気にご覧いただきましたが、ダイラさんいかがでしたか。いや、もうド迫力すぎて、はい、目がもう追いつかないというか、はい、すごいです。瞬きできない瞬間いっぱいありましたよね、はいはい、特に印象に残ったのとかありました。くまモンとかも怖かったですね。くまモンが人形だけでもびっくりなのに、はい、実際のくまモンもっと重いじゃないですか、なのにあの浮いてるのがもう信じられなかったです。船越さんいかがでしたか。いや、今のあの東京タワー一体何だったんだっていうね、はい、いやこれだけどくまモンの後ろ何もないしね、これも変でしょ、ほら、はい、そうなんですよ。輪投げでも入らないよあそこ確かにちょっと難しいですね、どうなってるのか全く分かりません、これも。はい、残し拳のお二人いかがでしたか。一番驚いたのこれだね、でも、はい、そうですね、この中に入って、だってあれ、ルックダウンでしょ。ルックダウンのところに、はい、張り付いてます、ね、ついたのかな、どうなったんでしょうね。いやいや、あんなところにだって種とか作れないでしょ、危なくて。いや、そうなんですよ、犯罪ではあれ種作ってたら、はい、一体どうなったのかということですか、ね、さて、新橋の映像が今映っていますが、セロさん、新橋に到着しましたかね。まだ到着していないようですので、ではここでなぜセロさんがあんなことができたのか、はい、種知りたくないですか。教えてくれるんですか。知りたいですか。いいんですか、それ聞いたら。そうなんです、実はですね、はい、今夜は特別にチェロさんが外見の種明かしをしてくださいます、はい、これまで種明かしの作業を一切やってこなかったセロさんなんですが、はい、ついにそれを破りまして、テレビの前の皆さんにあるパフォーマンスの種明かしをしてくださいます、はいはい、まずはこちらの VTR ご覧ください。これまで様々なマジックを披露してきたセロ、しかしその裏側を見せたことは一度たりともなかった。今宵自らの手により神秘のベールが取り払われる。初公開、セロ禁断の種明かし。そのパフォーマンスとはコインの瞬間移動。皆さん楽しんでますか。これから皆さんに僕子供の時に見せられたマジックお見せします。4枚のコイン、そして4枚のカードを使います。まずはテーブルに4枚並べていきます。これからコイン全て一箇所に揃うマジック皆さんにお見せします。 Watch carefully. 1 2 3 4。 まずはこの2枚のカードをトンネル作ります。
トンネルをまずこの2枚のコインの上に置いておきます。そしてこの2つのコインから始まります。トンネルをコインの上に軽く乗せるだけです。すると不思議なことが起きます。一瞬でコインが瞬間移動してしまいます。もう一回見せてあげます。今度はこっちのコインとこの2枚のコインよく見てください。このままではダメです。トンネルを同じ方向に向けた瞬間にコインが瞬間移動してしまいます。最後です。同じです。トンネル同士を向けると一瞬でコインが全て一箇所に揃うマジックです。皆さんどう？不思議ですか？これから皆さんにもう一回だけ同じパフォーマンスをお見せします。でも今度は皆さんこの4つのカードを使うんではなくて、なんとこの透明のカードを使います。 That's right。 これからこのカードを使ったことによって種が全てバレます。皆さん一人一人の選択に任せます。種明かしバージョン見たいという人はこちらのウェブサイトアクセスしてください。するとスマートフォンやインターネットで見比べてください。テレビで見るバージョン、テレビのバージョンはこのカードを使って同じパフォーマンスやります。なので夢は夢のまんまで、見たい人はテレビのまんまのバージョンを見てください。 Are you ready？ さあそれでは種明かしと参りましょう、はい、スタジオの皆さんすぐ見たいという方には後ほどタブレット端末をお配りしますね、はい、テレビをご覧の皆さんも一緒に楽しんでください、はい、では種明かし動画へのアクセス方法お願いします、はい、テレビをご覧の皆さんもパソコンやスマートフォンでインターネットにアクセスし、まずはフジテレビを検索してください。フジテレビのホームページを開いたらそこにセロの顔写真があります。それをクリックすると種明かし動画にアクセスできます。今ご覧いただきましたパフォーマンスの種明かし動画は番組のウェブサイトのみでご覧いただけます。種を知りたい方はそのページにアクセスをしてください。テレビでも先ほどと同じパフォーマンスをもう一度流します。ウェブの動画とテレビを見比べると種が一発で分かるような仕組みになっています。自分で種を見破りたいという方はウェブを見ずにテレビだけをもう一度じっくりとご覧になって種を見破ってください。では皆さん始めます。さあそれでは始まりました。4つのコインと4つのカードを使ったマジックです。まずはコインを4つのカードに並べていきます。これからものすごいゆっくり動きます。皆さんがよく見えるように一生懸命画面を見て、全部コインが1箇所に揃います。自分で見破りたいということなんでしょうか。口も開いてますが、3、4カード、そして1、2、3、4コイン。まずはこのカードでトンネルを作ります。トンネルをこの上に置いておきます。この2つから瞬間移動します。種明かし映像が流れております。トンネルをそのまんまコインの上に、徳井さんは一生懸命テレビの画面を見て見破っていらっしゃるところです。コインが瞬間移動します。もう一回入れます。今度はこっちのコインです。こっちのコインをそのまんまこうするだけではダメです。トンネルを同じ方向に向けるとコインが瞬間移動します。最後瞬間移動をご覧いただいております。同じようにトンネル同士を向けると一瞬で瞬間移動してしまいます。皆さんこれが僕の1,2,3,4 コインマジックです。もう間もなく映像が終わってしまいます。こういうことなんだ。なるほどね。終了です。さて徳井さん見破れましたか？いやなんかでもちょっと変なタイミングで皆さん感心されてたんで、ちょっと僕の思ってるところとツボが違うんだろうなっていうようなヒントになりましたね。結構ツボが違う、はいはい、いやなんでこれを見なかったの？なんか足りなかったんでしょ。テレビさんの方が覗けば見れた、うん、そうですね。でもねこう自分でやっぱ当てるっていう気持ちもありますしね。そうですね、うん、夢はありますもんね。まだね、ありますね、はい、はい。徳井さん知りたくなったと思いますが、はい、実は種明かしの動画は番組終了後にもう一度アップされますので、そちらでもじっくりとご覧いただけますので、なんと視聴者と同じタイミングで僕は後で確認してみてくださいね、はい、さあさて今回なぜセロさんが禁断の種明かしをしたのか、それには理由がありました。実はセロさんの種明かしには続きがあるんです。こちらご覧ください。
皆さんどうでした？今日は僕の特番です。久しぶりだから今日は日本の皆さん特別にもう一回だけ同じパフォーマンスをお見せします。同じ透明のカードを使って今度は僕の種が知ってても皆さんがわからないバージョン考えてきました。まずは4枚のコインを4つのカードに置きます。そしてカードも上にそのままかざしていきます。 Now watch carefully。 まずはこの2枚から始めます。同じように透明のカードを使ってトンネルを作ります。 Here it goes。 1,2,3。 一瞬で瞬間移動してしまいます。ちょっと皆さん早すぎましたね。もう一回やってあげます。 1,2。今度はこのコインからこっちに移動します。 1,2,3。 最後です皆さん。このコイン今度はカードも使えません。このコインがここからここに瞬間移動してしまいます。 Now watch carefully。 1,2,3。皆さんどうですか？ Keep the magic real。 さあ皆さん、透明のカードでしたけれどもいかがでしたか？平さん、何が起きてるか分かんなくなってきました。そうでしたね。いや、それが違いますよ。全然違うんですよ。せっかく種見たのにね。これぞセロという感じですね。コインが隠れてる瞬間が一瞬もないじゃないですか。そうなんですよ。これ種ないね。種なしスイカみたいなもんですよ。種ですよね。さあスタジオの皆さん、スタジオの皆さん、ショーマナンさん、セロに同行している田中です、はい、しし新橋に今到着しました、はい、無事に初台から移動してまいりました。いや着きましたね。着きました。そう、はい、暑いね今日は。しかし仕事帰りのビジネスマンの方がこうして飲み始めていた新橋ですね。こっち行きましょう。こっち行きますか。大輝、僕ね新橋っていうとやっぱりこういう小さい小道、はい、小道が好きなんですよ、たくさん、これ盛り上がってる、賑やかじゃないですか、うん、いろんな食べ物の香り、大好き、酒の香りがします。そうでね、ちょっとお腹が空いてきたんですけど、はい、ちょっとこういうところで一軒行きません？今セロ生放送中です。皆さんご覧になってます。田中さん、もう完全、はい、完全聞いておりません。こちらの話をセロは聞いてます、聞いてます、聞いてます。すいません、早くやってほしいんですよ。はい、はい、こんばんは。今生放送中です。大丈夫ですか皆さん？大丈夫、生放送中です。すみません、急にお声をおかけしました。あ、マスター、ハロー、お邪魔します、セロです。よろしく、ちょっと邪魔します。どう、楽しんでますか？セロさん、女の人に話しかける必要ありますか？焼き鳥屋です。焼き鳥屋さん、ちょっと食べたいんですけど。いいですか？食べていいですか？はい、じゃあちょっとはい、じゃあちょっと出していただきます。何分ぐらいかかります？今生放送です。あ、この後お台場にも持っていきます。10分、15分。いや、そんな時間ないです。え、どうしますか？食べずに行きますか？いや、大丈夫。どうするんですか？任してください。ちょっと任せろ、任せろ。生放送だよ。任せろ、任せろ。生のままでいいです。そこだけ俺と同じレベル。はい、大丈夫。今から大輝、僕早く美味しく焼き鳥を食べる方法を皆さんにお見せします。どうやってやるんですか？どうやってやるんですか？よろしく、いいですか？まだ食べれます、まだ食べれます。 OK、 very good。 じゃあ今焼き鳥いきます。その間にちょっと、あ、いや、早い。あ、そう、このままでいいんですよ。生ですよね。ちょっとお借りします。食べますか？生の状態です。大丈夫。じゃあこれ好きなやつ1枚ずつ取ってください。1本ずつ好きなやつ、それでいいですか？じゃあ1本取ってください。ダメ、生は大丈夫ですよ。1本、田中さん止めて。今から美味しく食べる方法をお見せします。まずは皆さん Watch my handsOkay. まず手を温めます。煙が見えますかね？煙が、これで次に行きます、はい、次は
ここ生放送ですからね、これを美味しく食べる方法、今から早く焼く方法はこれです。ライター？ライターです。はい、ではここに皆さん棒を持ってきてください。ちょっと待ってください、いきますよ。見てください、危ないって、笑ってる場所ないって。え、セロ、これで美味しく焼けますからね。え、すげえ出てきちゃった。もうちょっと焼けてきました。焼き鳥がセロの手からの火によって焼けてきました。セロ、手大丈夫？焼けない、熱くない。皆さん、これで完成です。美味しいです。食べてみてくださいよ。いや、大丈夫です、美味しいです。これ、どうぞ。もうちょっといきますか。はいはいはい、一番初めの食べられるのがいい。オッケー、どうぞ、一口どうぞ。いや、無理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 、大丈夫です。無理、本当に焼けてます。美味しいですか？美味しいです。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ、僕もらいます。はい、皆さん、僕の食べ方はこうやって食べるんです。え、普通に食べてる。そうですか？ドリシャス、美味しい。まず美味しいです。なんかいっぱい飲みたくなっちゃいますね。え、今でもちょっとストップして待っていいですか？手から出た火で、うん、これ何でした？何でいいですか？生放送。今生放送です。こうやって僕は生でも美味しく食べる方法を皆さんにマジックでお送りします。 Thank you、 ありがとう。皆さん、いかがでしょうか？はい、セロ、いかがですか？どうでしたか？いや、セロ、ご乱心でしょ、これ。セロ、どうした？え、何ですか？手とかね、もう熱くないですか？手は。やけどは、セロ、やけどしてないか？大丈夫です。なんで、なんで、なんで、かなり炎出てましたよ、手から。なんで？大丈夫。え、どう？これは僕の手です。え、大丈夫ですか？ものすごい。生で食べても大丈夫なんですか？全然大丈夫です。まあ、できれば生で食べない方がいいですので、ね、はい、真似しないようにしてください。セロさんの次はどちらに？セロさん、もう食べないでください。次はどちらに？次どこに向かいましょうか？うん、次は、東京タワーに行きます。東京タワーの近くにいる皆さん、来てください。すぐ行きます。はい、東京タワーに皆さん次は集まってください。すぐに移動します。はい、わかりました。なんだこの人。いやー、すごかったですね。衝撃映像でした。はい、マジック新世紀セロ、改めまして今夜は生放送でお送りしています。はい、次は東京タワーに向かうセロさんです。どんなパフォーマンスを見せてくださるんでしょうか。それでは移動している間、こちらの映像をご覧いただきたいと思います。どうぞ。セロの日本名所巡り、続いてやってきたのは東京渋谷。世界60カ国で900店舗以上を展開するアメリカンカジュアルレストラン&バー TGI フライデーズ、その日本一号店にセロが降り立つ。 Welcome to Fridays。実はこのフライデーズはセロがよく行くお店。はい。しかも今回このお店に来たのにはある理由が。チョッキー、What's up, man? ノックです。ノック、Hey。特別にちょっと僕たちのためにパフォーマンス見せていただけますか？もちろんです。わかりました。All right。皆さん、食事中してません？これから店内のお客さんに声をかけ、カウンターの前に集まってもらう。セロのお目当てはフライデーズではおなじみのパフォーマンス。音楽に合わせてバーテンダーがカクテルを作るグレアジャグリング。すごいです。ありがとう、ありがとう。いやー、失敗とかしたことないですか？あります。失敗するときにちょっと時間が少し戻すことができたら同じ失敗繰り返さないと思ったことないですか？あります。あります。ありますよね。じゃあ、せっかくなので僕のパフォーマンスもここでちょっと披露していいですか？
セロのアメージングなパフォーマンスが幕を開ける。まずは見やすいようにとお店の広いスペースへ移動。オーライ、皆さんちょっとお願いあります。携帯電話持ってる人ちょっと出してテーブル上に置いてください。下向きに置いてください。お客さんの携帯電話を集め始めるセロ、これにどんな意味があるのか。オーライ、じゃあ皆さんちょっとカード持ってきてます、okay? 今から皆さんに1枚ずつ4人に選んでもらいます。お願いします、指出してください。ランダムに指名した4人にそれぞれ好きなカードを選んでもらう。ちょっとお願いします、1枚触ってください。触ってください、それですか、ここ置いておきます、はい、お願いします、1枚触ってください。これですか、ここ置いておきます、はい、お願いします、1枚触ってください。それでいいですか、ここ置いておきます、はい、1枚触ってください、それ置いておきます。で、不思議なことがあるんです。どのカードで選んでもよかったですけど、皆さん実はすごい偶然のことがあるんです。 OK、 でちょっと一回これめくってみます。こうやって見ると5421って書いてあります。でもこれをちょっと少し並べ替えるともっと不思議なことがあります。これは1245って書いてあります。で、今日は携帯電話を使ったマジックではなくて、実は携帯電話の時間を見てもらいたいです。今何時って書いてありますか、大きい声で。12時45分。皆さんここには1245、たまたま引いた4枚のカードがなんとその時の時間を示した。こんなことがあり得るのか。まあ、皆さんもうちょっとお時間借りていいですか、もうちょっとお時間借りていいですか。 Good、 必ず返しますから、これは誰の携帯ですか。はい、ちょっとここ立ってください、手伝ってください。お名前は、宮崎雄大。雄大、ナイスミーチュー、雄大、お願いします。ちょっとこれ持っててください。で、ここにちょっと今時間をもう一回見せてください。今ちょっと時間変わって12時46分って書いてあります。ちょっとそこに12時46分って書いてます。トランプの箱にその時の時間を書く。12時46分って書いておきました。さらにそこに携帯の持ち主のイニシャルを入れ、世界に一つの箱を作る。 Great、 じゃあ携帯ここ入れておきます。皆さんこれで今の時間が12時46分だっていうことを皆さん認識しておいてください。Thank you very much. All right. ではここから僕のマジックが始まります。時間を使ったマジックを皆さんにお見せしたいと思います。 OK、 それをデモンストレーションするために今日ちょっとマッチ持ってきてます。雄大、はい、お願いします。ここ来て、ちょっと箱を持ってください。マッチとカードで一体何をしようというのか。雄大、マッチ。セロがマッチをすり火をつける。そしてさあ皆さん今何やってると思いますか。火を吹き消したマッチをカードの箱に近づけ何かをしているセロ。見てください、え、ここに穴を開けました。皆さん見えますか。 OK、 穴を開けました。燃えたマッチの余熱を利用してセロファンに丸い穴を開け、その中に燃えかすのマッチを入れる。これが時間のパフォーマンスにどうつながるのか。穴をよく見てください。穴を燃やした前の時間に戻します。なんと開いた穴が一瞬で元に戻った。その瞬間をもう一度見てみよう。開いた穴にセロが手をかざすと一瞬でご覧の通り。ちょっとマッチ出してください、完全に出してください。続いてセルファンの中に閉じ込められた燃えかすのマッチを出してもらう。この一回火つけたマッチもう一回つけたらつくと思いますか。つかない、つかないですよね。じゃあ由来これを持ってください、指で。で、今から時間が戻ることを想像してください。 OK、
自分の中でこの火をつけた前の時間に時間が戻ってることを想像してください。で想像続けてください。うわ、時間が戻ることを意識しただけで燃えかすのマッチに再び火が。まさか本当に時間が戻ってしまったのか。これが僕の時間を操るマジックです。OK OK、もう一つプレゼントがあります。時間をプレゼントしてあげます。時間をプレゼントしてあげます。この後謎の言葉の全貌が明らかになる。グッズがありました。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。どうなるか分かりません。マジック新世紀セロ、セロのパフォーマンスで消えたマッチに再び火が。まさかセロは時間を自在に操れるのか。さらにセロからこんな一言が。僕は今日時間を借りていいですかって皆さん聞きましたね。つまり僕は時間返す約束しました。今12時52分です。何分時間進みました。6分。皆さんの時間今日6分お借りしました。では皆さん時間をプレゼントしてあげます。セロが携帯電話に触れると時間が戻り始めた。時間が巻き戻りまして今12時38分です。つまり戻しただけじゃなく時間はプラスしてあげました。本当です。自分の携帯の時間見てください。やばい、嘘。マジで。確認しましょう。ちょっと自分の携帯電話見せてあげて。皆さん、携帯電話カメラに見せてあげてください。なんとお客さんの携帯も全て時間が戻っていた。信じられない現象に店内騒然。もう一度確認しよう。確かにマジックをスタートした時間は12時46分。しかしその後パフォーマンスをしたにもかかわらず時間は12時38分に逆戻りしていた。ありがとうございます。セロのアメージングなパフォーマンスが渋谷の地に刻まれた。セロの日本名所巡り、続いてやってきたのは東京近郊に開発された新都心エリア海浜幕張。そこに昨年全長 1.5 キロの巨大ショッピングモールがオープン。それぞれ異なる4つのコンセプトからなるイオンモール幕張新都心にセロが降り立つ。ヨーヨーヨー、セロです。 What's up? 今日はイオンに来てます。わあ、涼しい。やってきたのはスポーツ&家電のライフスタイルモール、アクティブモール。出ました。セロが向かったのは国内最大級のスポーツ用品店、スポーツオーソリティ幕張新都心店。目をつけたのはレジャーグッズが並ぶコーナー。水鉄砲いいね。けん玉は頑張ってもらおうかな。ここに並ぶアイテムを使い何をしようというのか。ちょっとねアメリカの子供の時の遊び思い出してちょっとやりたいなと思っていろいろ探しに来ました。おう、ブーメランは？おー、できる人？はい、はい、じゃあどうやって投げる？同じ商品棚からブーメランを手にしたセロ。アメージングパフォーマンスの幕開けだ。僕がトライします。ブーメラン、すごい、すごい突き抜けていっちゃう。ふっ、おー、すごい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 、すご
このお嬢ちゃんが投げたのと同じタイプのブーメラン、それがなんと背の周りを変幻自在に飛び回る、まさにアメイジングブーメラン。でも今日は皆さん、僕もう一回僕の子供の時の遊びを日本の皆さんに紹介したいです。それはアメリカンスケートボード。子供の頃からよくスケートボードで遊んでいたというセロ、中でもお気に入りのスケボーは、で自分でスケートボードを組み立てながらやるやつです。でもそれは昔です。今は未来に住んでます。未来といえばハバーボードです。ホバーボードとは25年前に大ヒットしたバックトゥザフューチャーパート2に出てきた未来のスケートボード、宙を浮きながら走る、それはまさに夢のスケボー。これです。ハバーボードを今日ここでチャレンジしたいと思います。 Do you understand？売り場に並ぶ組み立て式スケートボードの箱を開けるセロ、しかし取り出したのはボードの部分だけ。アメイジングパフォーマンス、いきますよ。 SF 映画の世界が現実となる。よし、してないよ、ね、どうなるか分かりません。パッドも変わってない、ね、ハバーボードです。ハバーボードです。宙に浮く未来型スケボー、ホバーボードは現実のものとなるのか。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。取り出した組み立て式スケートボード、セロはバックトゥザフューチャーパート2に出てきた宙を浮くホバーボードに挑むというアメイジングパフォーマンス、宙に浮く未来型スケボー。どうなるか分かりません。チェックさん、宙に浮いた。そのまま高く浮き上がり、足元には何もない、まさにホバーボード。 SF 映画の世界が今現実となった。ハバーボードです。ありがとう。まさにアメイジングパフォーマンス、見る人に夢と笑顔を与えた。はあ、どこかで見た気がする謎のおばあちゃん、不思議ないたずらを仕掛け、みんなに驚きを届けます。セロばあちゃんのいたずら大作戦。街角にある一軒のレストラン、立て看板の置いてあるこの店先が今回のいたずらの舞台。あ、すいません、この辺で美味しいカフェがあるとお聞きしたんですけど、知りませんか？ちょっと早速ターゲットとなる親子に声をかけ、店先へと誘うセロばあちゃん。こんにちは、
さらに足を止めて見ていた若者たちも呼び寄せます。わあ若いですね。一体どんないたずらを仕掛けるのでしょうか。これはなんて書いてあるんですか。ハンバーガーセット。あ、ハンバーガーセットですか。じゃあ皆さんこのハンバーガー見てください。私のセンスをかざします。私はもうハンバーガー、お母さん足を食べます。じゃあ今日は私のおもてなしを見せてあげます。セロばあちゃんのおもてなしいたずら大作戦スタートです。この洋梨見ててください。そしてこのハンカチを見ててください。ちょっとかけるだけです。では皆さんこのまんま洋梨にちょっと魔法をかけるだけです。するとなんと出てくるの見えますか。そうです、こういう感じでゆっくり見していくと、どうぞ食べてみる。じゃあ両手出してください。私のお手なしどうぞ。どうしたんですか。どうしたんですか。急に来たら怖いんですよ。びっくり。若手の一人います。ちょっと待って。はい、ほら持ってごらん。おもてなしだ。この梨に息をふってかけて、じゃあこのふをかけた梨もう一度ふってかけてください。するとなんと一瞬で皆さん私のふなしです。ふなしです。ふをかけた梨で、かわいいね。私もゆるキャラなんですよ。よろしく。本当にダジャレだけは二こっしんだみたいな。セロばあちゃんのいたずら大成功。街角に笑顔が広がりました。さあ様々なマジックご覧いただきましたけれども、吉村さん、はい、スケボーもすごかったですね。浮くどころじゃないじゃないですか。もう全ては進むわ。はい、とんでもないマジックで、これすごいですよマジで。かなりの高さまでそして上がりましたね。ちょっとびっくりしましたね。あとですね、はい、あのフラコシさんが CM 中とかにこのマジックはこうでああじゃないかってすごい言ってるんですよ、はい、で僕は先輩だから一応そうですねすごいですねって言ってるんですけど、全然見当違いのことずっと言ってるんですよ。ちょっとね、誰もここで予想がつかないマジックを見ていくっていう感じですけれども、さて東京タワーにセロさん到着しましたか。はい、田中さん、セロに同行している田中ですけれども、今ですね東京タワー裏に私到着しました、はい、そしてお客さんもですねオンエアを聞きつけてかなりの皆さんがまだ集まってきているという状況なんです。ただ一つ心配なのは、セロと別々に来ましたがセロがまだ到着しておりません。すみません、別々にちょっと来て新橋から近かったので別で来たんですが、私だけ今ついております。でもう一つ、あの先ほど新橋で焼き鳥をセロが食べましたけれども、店長さんがあの後ですね、あの焼き鳥は半生でも食べられる、刺身でも食べられるものだから大丈夫ですよということを言っておいてくださいと。心配しないでください。安心した。ちょっと待ってくださいね、車が一台行きました。あ、セロですかね。あ、セロが登場しました。空中に浮いています。まさにホバーボート、映画の世界です。セロが空中遊泳しながら東京タワーに到着しました。待ってましたよセロ。アメージングな登場ですね。本当ですね。いや驚きの登場です。すごい。ちょっとお客さんその辺りで止まってくださいね。Hi everybody. Hi. どうしたんですか。フォアボード
今空中に浮いたままでしたね。そうです、僕のハバーボードです。どう、ライトがついてるぐらい。そうですよ、ですね。コース、スタジオの皆さんいかがでした、ご覧いただけましたか。すごかったですね。すごかった、浮いてましたよ。浮いて進んでましたもん。ねえ、タラさんどうされました。私これなんか違う番組で見たことあったんですけど、なんか確か手が車にくっつけてあって偽物の手で、はい、でなんか棒がつながってる体になってるっていう。車から棒が出てるってことですか。はい、え、それどうでしょうか、セロさん。手が車と棒でつながってるんじゃないかっていうスタジオからの疑問が来たんですけども。そうですか、ちょっと待って、ちょっと持ってください。腕触ってもいいですか。もちろん触るだけで。ちょっと外してあげますよ。ちょっと確認します。セロ切れてないですよね、大丈夫ですよね。あ、はい、あの、あの成人男性の普通の手です。棒は、棒はついてないですね。いや、皆さん、これは僕のマジックとやっぱりハバーボードの技ですよ。そんな、ちょっともうちょっと緊張で、車の中拝見してもいいですか。大丈夫、棒は出てないですか。もう見えます。いや、バックトゥザフューチャー見たことありますよね。こうやってマイクル・ジェイ・フォックスがぶらさ、こう引っ張られて車に、まあそれを今日再現しただけです。あー、なるほど。 This is real、 皆さんこれ本当に見ましたよね。違ったよ。ハバーボードのマジックです。なんかちょっと疑ってて、すいませんでした、セロさん。いや、すいません。すごいパフォーマンス。なんで俺が謝るの。すいません。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。続いてなんですが、はい、もうあと番組30分ほどということになりましたので、もうそんなに最後、お台場のスタジオ、皆さんのところに向かいます、これから。はい。急いでいきましょう。急いでいきます。よろしくお願いします。まだまだ続くから、皆さん、まだまだ続きます。楽しみにしてください。この後、有名商店街が、大混乱。一瞬じゃない、今。セロの日本名所巡り、続いて訪れたのは東京品川にある武蔵小山商店街。ここは都内最長の巨大アーケード商店街。全長800メートルの中に250店舗がしのぎを削る、別名横のデパートにセロが降り立つ。 There they are. いました。今回セロは2人のゲストをここに招待していた。ファーストタレントの誰のがれ明美と、モデルの道端アンジェリカ。彼女たちを引き連れ、一体どんなマジックを見せるのか。あの、実は僕いろんなマジック今まで人生やってきたんですけど、今日はちょっと変わったようなマジックを皆さんにお送りしたいと思います。変わったマジックとは一体。セロが最初に目をつけたのは、何の変哲もない傘を売っている店。今は何の時期ですか。梅雨。雨。 Yes, 雨。 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 ポケットから雨を取り出したセロ、これを使いどんなマジックを見せるのか。はい、続いてゲストに小さな傘を手渡した。違う違う、反対。Yes, yes, yes. Okay? 実はね、あの、これ日本語で何て言うんですか。雨。 In Japanese、 これは雨。 Candy、 雨で手の上に乗せて、これを一瞬の技でなんと、すごい、何が、雨が、雨、すごい、雨が、雨です。何で雨で手の上に乗せて、なんと雨を乗せた手のひらから雨が降り出した。そう、今回セロが言う変わったマジックとは、言葉遊びを駆使したマジック。続いての言葉遊びマジック、セロがやってきたのはとある雑貨店。水芸と違います。じゃあちょっと待って、僕が最後に僕の神業見せてあげます。ポケットから出したのは数枚の千円札。これで
どんな神業を見せるのか。僕の神業です。皆さんよかったら見ててください。チェックスアウト、okay? ちっちゃい子見てるからね。いや見てる見てる。チェックスアウト。これは何かしてますか？クリップ。クリップ。ペーパークリップ。ペーパークリップ。ここにかけます。これで千円札。動かなくなります。OK？ じゃあ、よく見てください。いきます。僕の神業です。折り紙知ってる？は？一瞬じゃない今。一瞬で変わったよ。これは何の折り紙か知ってる？千円札が一瞬でシャツの形に。このクリップがエモンかけ。じゃあこれちょっと持ってください。はい、じゃあ続いてですよ。千円均一のシャツのコーナーへ。オール千円のシャツ。なるほど。これ。これどう？似合いそう。うん、似合いそう。これ僕似合うんじゃない？似合いそうよ。Yes. これ1000円だもんね。うん、1000円。I think it's 1000 yen。じゃあ皆さん、千円札のお金で僕は千円札を買います。千円札を。シャツの柄が一瞬にして千円札柄に。千円シャツと千円札、まさに神業。 Thank you。 すごい。パフォーマンスご覧いただきました。今の千円札のマジック、伊藤さんいかがでしたか？だってあそこすごい真っ隣でちっちゃい子とかも見てたのに、はい、たね、その目の前でやるって本当すごいなと思います。ね、なんかちょっと混乱してきますよ ね、 ね、頭の中が。船越さん、雨から雨が降ってくるのもありましたが、いかがでしたか？いや本当にダジャレは俺並みなんだけどね。もうすごい、だってあれ、袖まくってますからね、どうやったってこうホースも何も隠すところが全くないんで、体液が出てるとしか思えないね。ね、見破れなかったですね、なかなかね。めっちゃ手汗かいてるってことですさて、セロさんは今こちらのお台場に向けて移動中なんですけれども、はいはいはい、あと20分ほどしかありませんね、オンエア時間。間に合うんでしょうか、果たして、セロさんは到着できるんでしょうか、みんなで待ちたいと思います。どうするんですか、間に合うのは俺だ。この後、ノブコブがいたずらの標的に。再び現れた謎のおばあちゃん、不思議ないたずらでみんなに驚きを届けます。ゼロばあちゃんのいたずら大作戦。とあるお寺にやってきたゼロばあちゃん。お線香の煙を浴びる口角が今回のいたずらの舞台。何してるんですか？まずはこちらの女性たちがターゲット。そうですか。どんないたずらを仕掛けるのでしょうか？よしよしよし、これだけでいいんですね。なるほど。そしたらあれ良くなるんですか？こちらに行けばいいんですね。ありがとうございます。よくないよ。お帽子ですか？どうしたら引っ張りもないですよ。どうされました？続いてはこちらのご婦人たちにいたずらを仕掛けます。いやどうもありがとうございます。大丈夫か？何ですか？大丈夫かしら？頭が大丈夫ですか？大丈夫ですか？決まって大丈夫ですか？大丈夫ですか？今こうやったからね。はい、大丈夫でしょう。やっと気にしてくれて。そして最後のターゲットはこちら。平成ノブシコブシの破天荒を探せ。いいですね、ロケ。
平成のぶしこぶしの2人を街にいる破天荒な人を探すという嘘番組のロケだと騙してセロばあちゃんのいる公園に連れてきました。こんにちは。破天荒なダンスチームのレポートをするのぶこぶの2人に忍び寄るセロばあちゃん。こっからさらに見せてるこの子が踊るのも恥ずかしいし。やばい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 、すごいこの方たちのチームメイトの方ですか。ねえ、なるほど。恐怖、恐怖すら感じますね。そうですよ。なんだ。これが好きなのかな。なんですか、急に。おお。え？おお。何これ。え？浮いてる。すごい。死んじゃう。なんだ。何何何。またね。なんだこれは。死んじゃったんだ。何ですか。死んじゃった。これ何ですかこれは。とりあえず。何ですかこれ。とりあえず。今カンペで締めてください。無理です。いや無理です。意味わかんないし。セロばあちゃんのいたずら大成功。不思議な驚きが届けられました。さあお二人いかがでしたか。いやいやそうでしょう。なんだったら俺今知りましたからねこの存在を。そうなんですか。だってここ最近で一番クレイジーなロケだったって。何が何だか分からないから分かんない。今分かりました。これだったんだっていうのがすごかったです。あれはダンスね上手だったんでぜひブロードウェイに挑戦してもらいたい。結構軽快なね踊りしてらっしゃいましたよね。あんな間近で見てても全然分かんない。全然分かんないですよ。というのがパッパッパッとやっていってしまいましたから。見事セロばあちゃん大成功ということになりました。さあではこの後いよいよセロさんがお台場に向けて出発しています。到着です。間に合うのでしょうか。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。マジック新世紀セロ、今夜は生放送でセロさんが東京の街を移動しながらお送りしております。はい、さあ時刻は間もなく、8時48分というところですね。はい、セロさんは今こちらフジテレビの1階にあります特設スタジオに向かっているところです。はい、もう間もなくこちらで生のパフォーマンス見ることができるんですが、花田さんいかがですか。もう早く来てくれないとね、はいはい、見れないで終わっちゃうんじゃないかな。そうなんですよ。生ですからね。生ですから、ね、最後我々座ってこれで終わるんだ。そうなんですよね。平さんはどんなパフォーマンス期待されてますか。もう何やってもすごいので、うん、はい、はい、早く会いたいです、ね、楽しみですよね。しのさんも早くした方がいいよ。はい、あのですね、ちょっと今トラブルが発生しまして、ちょっと何があったのか確認しますので、一旦 CM に行かせていただきたいと思います。はい、はい、皆さん CM ご覧ください。やばいよ。お知らせの後です。大変申し訳ないんですけれども、ちょっとトラブルが発生してしまいまして、はい、セロさんこちらに到着できない模様です。そうなんです。ただ中継はどこかからかつながっているようですね。こちらプリンスホテルと、はい、はい、田中さん、こちら東京芝にあります東京プリンスホテル、東京プリンスホテルです。大変申し訳ございません。 We're so sorry。 お台場に向かって最後到着する予定だったんですが、待ってましたよ。時間的に間に合わないということになりまして、最後のパフォーマンスの時間を考えたらもうここをお借りしてパフォーマンスをするしかないという判断になりました。Yes。 特別にこの駐車場を借りてここから最後のパフォーマンスをしようということになりました。視聴者の皆さん、スタジオの皆さん、本当に申し訳ございませんでした。本当に sorry、 ごめんなさい。お会いしたかったです。ちょっとお会いしそうになるということなんで、もう最終的にここで、はい、セロここでいいですか。はい、 of course。 最後のパフォーマンスこの場所になりますけども、まあ、思ってたことじゃないんですけど、とりあえずこうライブなので、僕もこうやってライブのパフォーマンスやるの、はい、こうやってやるの本当に難しいですね。はい、まあ、でも楽しかったですか。皆さん改めて最後に一言。はい、終わりました。フジテレビご覧の皆さん、そして数々
僕の撮影を参加していただいた皆さん、スタジオゲストの皆さん、 Twitter を参加していただいた皆さん、久しぶりに僕はハラハラ緊張してしまいました。皆さんが僕を信じてくれるから、こうやって僕の夢が叶うんです。本当に今日ありがとうございました。大輝、Thank you so much. You are so good. ありがとうございます。ちょっとたどり着けなかったですね。最後にプレゼントが一つあります。これ。はい。This is a present for you. 怪我しないでくださいね。はい。Everybody. いただきます。怪我しないでね。ありがとうございます。See you soon, everybody. ありがとうございました。え、あれが。セロがいなくなりました。あれ？セロがいなくなってしまいました。大輝、大輝、アドカーから声が聞こえてきてます。僕はデジタルの世界にやってまいりました。今日いろいろ手伝ってくれてありがとう。日本の皆さん、僕のマジックは楽しんでいただけました？でもこれからまだまだマジック日本で続けますので、次お会いするまで皆さん Keep the magic real. See you soon.セロがここから移動して映像が終わってしまいました。怖いんだけど。消えてしまいました。全く予期せぬ状況になってしまいました。セロ、皆さん本当にありがとうございました。また。